番外トークでございます。来週のメッセージテーマは今なら言えるごめんなさいです。9月22日は世界サイの日、絶滅の危機にあるサイへの理解を深める日なんですが、皆さんにはサイに絡めましてあの時言えなかったごめんなさいも教えてください。はい、ありがとうとごめんなさいは大事な言葉でございます。はい、この際謝っておきましょう。ごめんなさいとね、はい、初登場北川ひかるさんなんかもうごめんなさいということあります？はい。小食の子の隣を陣取ってご飯のおこぼれもらおうとしてごめんなさい。あらどういうことどういうこと？まあ食に貪欲なんでたくさん食べたくなっちゃって隣の子にちょっともらおうとしちゃいました。隣の子は誰なの？その陸上をやってて小食であんま食べれない子の隣を陣取っちゃいます。狙ってたよ。狙っちゃうその子の食べ物をでもらえたんかいな。もらえました。あ、そうなんや。アスリートの人で小食の人って多いんですね。うん。大丈夫？太らね。太ります。けど食べちゃいます。食べちゃいます。うん、まあ。若さゆえの過ちですかね。やめてくださいね、もう。黒川さんなんか。私は昔車酔いすごくしやすいタイプだったんですけど、幼稚園の時に身内の車に乗ってた時に外に顔出して寄ってたんで風当たりやって言われたら汚い話で申し訳ない。ピッてちょっと車にちょっとってついちゃったんですが、しかも新車だったのでそれ4だった？あ、もうはい、ちょっと出ちゃった。着いた時に気づかれましたね。なんかてんてんてんってはい、ごめんなさいってピッていった時はもう謝らへんかったんや。そうですね。ああ、なんか人間のすべてが出てるよね。謝るよね。謝りますね。まあまあ許そうか。はい。私この間大阪の難波の外れ歩いてましたら、前から午前中なんですけど、ベロベロに酔っ払ったおっちゃんがママチャリに乗ってすれ違う時にそのおっちゃんが死にたいやつは俺についてこいって言わはったんです。あの時のおっちゃんついていかなくてごめんなさい。せっかく誘ってもらったのにごめんなさいね。先輩から誘ってもらったら行かないやんか。いいです。ごめんなさい。まだ死にたくないんです。ごめんなさい。というわけで、今以外のごめんなさい送ってください。